どうも、マイドです。ニックです。いやー、今日も暑いね。いやいやいや、暑い暑い。今日はですね、まあ朝からちょっとね、夕方前まで用事があったんで、まあバイク乗れなかったんですけども、今夕方の5時です。はい、まだまだ明るいです。でですね、やっぱりね、天気いいと、まあ暑くても天気いいとバイク乗りたいんで、今日はね、まだ ZRX に乗って、アトランタの街の方に出てきました。はい、まあ出てきたって言ってもね、とりあえずまたいつも通り、特に行くあても、喋ることも何もないですけども、ブラッと街乗り付き合っていただければ、幸いです。はい、だから今日はね、こうスマホもつけてないです。もう行くあても全然決まってないんで、もう適当に街の中流そうかなっていうぐらいなんでね。はい、いやー、でもやっぱり今日土曜日なんですけどね、暑いね。いや、暑いねじゃないや、混んでるね、やっぱ週末はね。あー、ほんまね、暑いね。もう水とか見れたらなんかもう飛び込みたくなるよね飛び込めへんけど、ほんま暑い。で、特にね、年になってくるとね、まあやっぱり渋滞もあるし、まあ結構信号も多いんで、水温計というかね、油温もガンガン上がってくるし、あんまり体にもバイクにも優しくない環境ですね。でもやっぱりね、乗りたいよね。でもこれ街の起きたらね、道も悪いからね、これ。道も悪い、もう柄も悪いっていうね。ほんま、いや、でもあれやね、こう街中来るときは、まあ、実際トレーサー、まあ、トレーサーでまあこの間来たけども、確かにトレーサーも、ね、アップライトでね、まあまあ車体でかい割には小回り効くんで、クイックに走ってくれるんでね、まあ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 乗りやすいっちゃ乗りやすいけど、やっぱりまあ箱とかついてるしね、そういった意味を考えたら ZRX の方がやっぱり街中は走りやすいというか乗りやすいですね。まあそういやね、まあ今日土曜日で、まあ僕ソロなんですけども、まあまあ最近はね、日本人の、バイク乗りの仲間もね、増えてきて、まあ楽しい時間をね、マッツーとかで、ラーツーとか、まあ過ごしてはいるんですけども、まあどうしてもね、そのバイク乗ってる仲間がどうしてもね、なんていうかな、レストラン関係っていうかね、食品関係の人がやっぱり、まあ食品関係とか、まあ、レストラン関係ですね。レストラン関係の人がやっぱ多いんで、なかなかね、土日で一緒に走りに行こうっていうプランがね、なかなかこれは組みづらいんですよ。まあ僕は会社員なんでね、まあ土日休みでそこは問題ないんですけども、やっぱりレストランとかね、そういう、カテゴリーで働いてる人っていうのは、まあ、やっぱり土日って言ったら、まあね、レストランとか、そういうビジネスね、忙しいですから、なかなか休みが取れないっていうのがありましてですね、まあ、時間が合えば一緒に、マッスーやしてるんですけども、合わないときはやっぱりこうしてね、まだまだ、こう、ぼっちで走ってることが多い、ニックちゃんでございます。はい。まあでも今日はなんかこうやって流してても、まあそんなに見どころはないですね。おお、えらいシーフデーさん人気やな。
ああ、ちょうどここはね、あのコカ・コーラ、あそこ見えます？ここはあのコカ・コーラのミュージアムです。はい。あのコカ・コーラの本社ね、アトランタにあるんで、ここがね、コカ・コーラのミュージアムになってますね。うん。もう何回か来ましたけども、もう来ませんね。うん。まあ、もしあの誰か観光で来る人がいたら、ご案内します。はい。で、このコカ・コーラの横にあるのが、水族館。これですね、アクエリアム。はい。ここ結構ね、あの改装されて大きくなって、良くなったみたいですけどね。うん。で、こっちの、左手に見えるのが、オリンピックパークですね。はい。もうコロナの時はね、コロナ真っ只中の時って言うのがいいかな。その時はもう閉ざされてましたけども、今は開放されてますね。うん。ちょっと止まってジュースも飲みたいな。暑すぎるやろ。はい。熱っ。ちょっと休憩しましょうかね。これちょっとあっち行ってもしゃあないね。これ言うたんでしょうか。よく暑いだけやからね、これ。もう行ってみましょう。ちょっとそこで休憩しましょう。暑い。いやー、じゃあちょっとね、これもう休憩しますんで、一旦動画切らしてもらいますね。熱っ。よいしょ。それではまた。じゃあね。バイバイ。